以前ツイッターで、あ、平松さんね、以前ツイッターでご挨拶した韓国人です。はいはい。4年前から中国と韓国から仕入れをして楽天、アマゾンなどで販売をしておりまして、現在8人のスタッフと一緒にやっていますが、会社の組織化がちゃんとできていなくて、売上が伸びるたびに業務負担が大きくなってパンクをするのが多くなっています。そのため増員をして一つの業務を複数人で取り組めるような体制を作り、業務負担を減らして持続的に運用をしてみたいと思っています。はい、今までは売上が伸びて利益が出たところで増員をしてきましたが、今回は1年2年会社として利益があまり残らないか、もしくは少し赤字が出るかもしれないんですが、先に組織として必要な人を入れて体制を整えるべきか悩んでいます、うん、このような状況ですが、今までのように売上に合わせて少しずつ人を伸ばしていくか、組織化に必要な人員を先に確保して2年後以降から収益が出ることを目標としていくかを悩んでいます。ね、ダメです。今利益出る方をある程度優先してください。でっていうのはなぜかっていうと、今もう事業が進んでるわけじゃないですか。そんな中で、まあ、人を多めに入れて失敗した時ってすごい痛い目をやっぱり絶対合いますので、まあ、体制作るのに大した赤字じゃなければいいんですよ。大きな赤字ね、まこなり社長がそれをやっちゃったわけですよ。体制作りを先にボーンと投資かけてやって、結局コロナが来てお客さん来なくなっちゃってっていうことが起こります。これはすごくよくある話です。なので、組織化自体が進める中でパンクするっていうのは当たり前のようにあるんですよ。で、リラクルもそうでした。大きくなる過程でね、一人の業務負担がめちゃめちゃ増えてきます。でも僕は限界まで増やします。で、そこで問題が起こったことを仕組み化して解決していくわけなんですよ。つまり人を入れて解決する、人手で解決するっていうのは属人的なビジネスになるっていうことになりますよね。じゃなくって、これをなんとか効率的にできないかなっていう工夫を最大限にしてください。で、そうすることで実は差別化ができていくんですね。自分の中で、まあ、事業のビジネスに関する差別化自体はなかなか最初する必要ないんですよ。 TTP で真似すりゃいいんですよ。でも事業を拡大していく上で何かつまずいた時、不安が出た時、もしくはあ、これパンクしたなとかね、そういった時にとにかく社長が工夫してアイデアを出してください。こういうふうにやったらもっと効率的だよね。絶対に無駄があります。やらなくてもいいこと絶対やってますから、それ捨てても売り上げ下がんないよねっていうものを絶対やってるんですよ。で、それを例えばアルバイトを雇ってその部分だけ任せるとか、とにかく効率化を先に測ります。僕の動画でも結構出してるんですけども、拡大する前に効率化を測れ。そうすると効率化できたパッケージを拡大できるんですよね。ところが今人員増やしちゃうと、効率化できてないパッケージを増やして最終的に効率化してもなかなかそれって全員に伝えられない、効率化できないってことになっちゃうんで、できるだけそういうふうにまず一旦ね、こういった何ていうかな、行き詰まった時こそむしろチャンスなので、あとこれ経費増やす、とにかく体制先作るっていう人いるんですけど、僕はそれはおすすめしません。パンクしてこれやばいなっていう時に一人ずつ増やしていくみたいな、そんなレベルですね。はい。